ちょっと離婚にビビりすぎたな。それはありますね。今回は今チャンネルとのコラボ企画アローン会に既婚者の菊池嘘つかないを加えまして、第2回アローン会キャンプ。ということはこう恋愛の街かもわからない。そうですね、恋愛の街開けるのは。うわ、素敵ね、綺麗ですね。あ、めちゃいいじゃん。うわ、なんか洒落た管理棟が。ちょっと待ってこれ、スーパー素敵じゃん。しかも空いてる。ちょっと、あ、サウナあるで。何この施設。はい、ありがとうございます。いや、これはすごい、ね、泊まれるんですね。いいわこれ。あ、トイレも可愛いわ。メンズトイレ。あー、いい感じ。なんか舞台みたいなのあるやん。あ、川綺麗な。あ、向こうもあんねや。あ、ええやん。わー、テンション上がった。あ、建物出てきた時が。あ、ちょっと早すぎる。はい、やったじゃん。うわー、何あの道具。いいロケーションですね。いや、いいですね。何ですかこれ。素敵。最高じゃないですか。あ、俺も欲しいやつや。いいですよ。やっぱなんか今日朝起きた時ちょっと面倒くさいな思ってんけど、来てよかった。面倒くさいと思ったんです。あ、これもまたいいね。うわ、やってますね。やってる人だな。よし、俺もどんなもの持ってたか。これで虫おらんな。もうこの時期ね。はい、一応なんとなくのセッティングこんな感じになりました。黒い道具はね、全部今田さんの道具ですね。今田さんまだそんなにキャンプは行ってらっしゃらないですけど、これも今田さんのクーラーバッグですね。イエティですね。憧れイエティ。まだそんなにキャンプは行ってらっしゃらないですけども、あの道具はね、たくさん持ってらっしゃいますよ。ほら、やった。あ、意外とギリギリやったな。はい、うわー、やったー。これから大丈夫ですか。これ、はい、これは大丈夫です。大丈夫、はい、これにあるわけない。そんなこと言うんだよ。そんなこと言うんだよ。誰もあの話はしてないのに嫌なこと言ってくるの。お疲れ。第2回集まれました。あ、最高。OK、 今キャンプ恒例のまずはマグロから。恒例ではないんですよ。マグロに関しては別に恒例じゃなかった。いやいや、マグロのまずは刺身からいって即口に入るもの、やっぱ特別やわ。キャンプ場で食べる刺身めっちゃうまい。うまい。うまいまだ。この味納得い。いあるよ、あるからね。この味もまたよし。よいしょ、もう行きました。1年ぶりの行った。 やってましたね。終わるまでに菊池くんもなんか、はい、お笑いって難しい。大丈夫です。これが仙台の仕上がりが全然ちゃうかったんや。すごい、さすが成城石ですね。お、シソ巻いてくださいってか。シソ、うん、の方から来上がりましたね。来たな。ついてきやがった。いただきます。うん、うまいまま。なんてピュアな笑顔。ちょっと、あの、絵作りの勉強しよう。ほら、うまいことパパッと設置するやろこれ。
山さんの家も、大山さんの家もそっくりそのありますか？いや、ないねん。このタイプの、ここまで伸びるやつないねん。三脚はないです、ね、そう、これちょうど、で、これはもう最悪ここまで短くなるから。大山さんの家にも、これがありますよ、これは。これと同じやつかな。あの、それはね、はい、あの、でっかいカメラメインの。そうですよ。このマウント変えるだけですか、これ。マウント？あの、ちょっとこの、あの先も変えてこれ乗るようになってます。知ってるよ。あれ乗るようになってるよ。うちはね。いや、これが欲しいよ、この三脚。いや、こんなんやったらあれやけどさ、今から仕上げやる言うてんのに、どうやって菌が油の中生き残んの？ですね。ナンセンスだよ。なんで僕にこれを、はい、僕は知らない。世の中。俺取らんでいいの？串上げんねんで。なんだよ、思てんの。一応消毒しときます。なあ。ね。いや、菌があったとしよう。うん、仮にですね、これ。仮に。はい、衣つけて、はい、あ、百何十度で揚げて、そうですね、揚げて死にますよね。生きてんの菌？ここのは死んでます。でも手とかに飛んでついたやつとかが入るかもしれないじゃないですか。知らがな。これルールないですよ、ね。ないよ。でね、ま、操作するとね、結構あの割れたりするから、そうなんです。の方がいいかも。あ、俺玉ねぎの皮剥いてくな。あ、お願いします。感じで氷と一緒に入れてたら冷えてるわ。いや、俺のプチキッチンセットもあんねや。バタバタしてます。ヤングコーン確かに割れてしまいました。1個すいません。あ、ごめん、遠くい、はい、ちょっと蹴ってもた。あ、全然いい。レンコンもですよね。レンコンむずいな。レンコンどうしましょうか。あんま見た目はどうでもええんちゃう。はい、よく考えたら結果俺ら素手でやっちゃってますね。せやねんな。誰のためにこれをやってるのかよくわかんないやろ。うまそうっすね、この肉。うまそうやな、めっちゃ。いい肉を何か。玉ねぎ切ってるだけなんですけど。何かが違うようやな。間違うた。間違うとかあるか、ね、玉ねぎの切り方間違えてる。これもうどない焼いてもうまいよ、これ。串揚げはコンロやけど、火1個作った方がいいな、ね、あそこに。じゃあ、菊池くん、火頼むわ。あ、もし、あの、火、あれやったら、この、ここに入ってる細かい木が、速攻火つくんで、これを、あの、種火にして。ありがとうございます。お願いします。うわぁ。やっぱりマイナスになっても大丈夫。うわぁ着いた。マイナス回してください。で、木をどんどん置いてください。あ、着いた、着いた。まだ、生きてる。で、このちっちゃい木がつくね。いいね。いや、また串カツガの弟子じゃないねんから。俺のジャンプずっと見てられてもやってやってんねやろうと思って。何も教えてくれない師匠から。娘の師匠。質問したら怒られそうな。出てたんで。完全に弟子やったな。いや、ほんまに俺も見忘れたわ。どうやってた？これでも水と卵と小麦粉を、小麦粉の量をだんだんなんかこのぐらいになるように増やしていって。どれぐらいかわかんない。もう大体です。本当に憧れのフレーズ、大体です。袋の中に出しておきます。あ、持っててください。あ、わかりました。割り箸やむことだったね、うん、はい、もうめちゃくちゃ。あとメスティンを人数分持ってきて、そこにウスターソースを、はい、あ、これで直で揚げるんですね。そう、わあ、それがいいや。中火ぐらいですね。はい、これはでも天ぷら油切ってよな。はい、引火しないように。あ、火でもあるよ。仕上げするよ。よいしょ。わあ、ありがとう。はい。怖いわ。自分のうまいまだが怖い。そんなん出てまうね。いただきます。うまいのだ。結構レアですね、肉。全然いける、これ。新鮮やから。よかった、よかった。で、この温度やから、二度漬けなんぼでもいける。ちょっと温度高いですね。OK。これめちゃくちゃうまいわ。キルトン、行ってよ。はい。はい。これはいい。これは楽しい。よし。あと、あっ！串揚げてそういうことか。うん。うん。うん、これは。じゃあ、どうぞ、火を起こします。
うん、レンコンとかうまい、うん、あめちゃくちゃうまいな。あ、レンコンもうまい。うまい。いやこれうまいな。うまい。ちょっとスタッフさんも串行きますか。肉出してもらうでますか。最高やな。でも串揚げの時はなんか引けばいいね。うんね。うわししとうまいな。カジやって、はい、うわいい感じや。これもうまかったっすね。うまっ。なんなん。うまい。うまっ。うもうマジ菊池くんの仕込みがすごいな。もうなんか手つき仕上がってきてるやん、うん、自分流のつけ方もう構築してるやん。あんまりそんで厚みが出すぎるでやっぱりちょっと、はいはいはい、後でダマになるんでちょっとこう落としつつですね。薄衣ではい、もうらいで、まあ、肉は厚めにもいっちゃってます。ここですよね。この一発目のもう最初の上から振りかけてのこれですね。トントントン、はい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 、これでもうほぼ、はいはい、これでいいですね。いや確かに俺が言ってる串カツ屋の大将と同じこと言うてるわ。 ありがとうございます。ちょっと今ねしばらく入れてなかったんで温度上がってた感じですね。天ぷら屋みたいな。いや菊池くんほんまマジ最高の上がりや。マジ、ありがとうございます。菊池くんの漬け方マジヤバいんですよ。めちゃくちゃ綺麗。そのレンコン俺でしょ。わかりました。マジすごいんすよ。四ツ谷あたりで店ちょっと探しときますもんね。これ店舗、空き店舗、見てください。あの手つき全然違う。うちと手つきがやばいからな。これでええ感じに中指使ってつけんねんな。トン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 ってやるからな。これ指見てください。これです。このね余計なのね、繊細なトントントンってやる。これちょっと菊池や、いいですね、菊池や。菊池さん、はい、これも、あの、お願いします。わかりました、はい。こちらでちょっと、あとこっちも、もうこれ持っていてください。わかりました。菊池がやばい。やらせていただきます。はい、ありがとうございます。あ、これだけあれば十分ですね。この上がり、これ、これ綺麗わ。何年かかかることを、数時間でうまいです。精神と時の兵入ってうわぁ、だってもうもう串揚げ屋さんやん。そのほらあれだ、菊池流の付け方や。そうですね、ちょっとこれ穴に入りすぎちゃうんで一発こうちょっと。粉もある、粉もある、レンコンの、レンコンの穴を抜く。はい、穴入りすぎるとちょっと良くないんで。ほんまや、このようにちゃんとね、レンコンにしっかり穴が開いて。うわ、でも衣がありがとうございます。完璧やん。これも完璧ですよね。ありがとうございます。まったん。はい、ちょっと一本あげて。ちょっとヤングコーン、ちょっとどうぞどうぞ。すいません、ちょっと食べてよ。完璧やん。菊池屋の串揚げよ、これが。うわ、サックサク、めちゃくちゃうまいです。あ、ありがとうございます。この衣もサックサク。嬉しい。料理作って嬉しいってのはこういうことなんですね。そういうことですよね。初めてちょっと感じましたね。やっぱこの菊池屋はこのこれ椅子と一体となってこの椅子をこ うまいこと使ってね、体重こうかけて、そしてひねって、ひねってこれでもな、おやすさんが多分70超えたぐらいから腰がもうもうね、だからまっすぐ立たれへん、立てへん、もう常に曲がってる感じになるでしょうね。弊害やけど、もうそれはしょうがないか。その覚悟でやってますからね、はい、出ました、今田さんの用意してくれたやばい肉第2弾。やばいよこれは。やばい肉、うー、これはやばいですね。
これは燻製を、ウイスキーオークズ、ウイスキーの樽の、へえ、ほんとだ、うん、鶏燻製、鶏燻製、これはすごいバーベキューだな。バーベキュー。すげえな。これランタン越しにもいいじゃん。あーいいね。あーいいっすね。柔らかい。うわ柔らか。うまい。うわー柔らか。うわー。うわー。おげーバター。ありがとうございます。いただきます。うわー。めちゃうまそう。うわー。おげー。うわー。うわー。いや、すごい。綺麗ですね、これも。うまそう。しかも一番いい状態ちゃう、これ。いいですね、これ火の入り。チキンの中の火の入り具合。見極め素晴らしいですね。いやもう仕上げといいもう火加減が、そうですね、これ恋愛と一緒やからな火加減って。ああ本当適度な、そう香りが口の中に広がって、本当は最高かも。すごいですね。うんうんうまい。うんうまい。ママ今日は出ますね。ほら本当にうまいですわ。やばっ、置いた瞬間すごいいい香りするなこれ。